ツーリングカー。ツーリングカーは自動車のカテゴリーの一つ。一般的には乗用車のうちスポーツカーに対してその他の通常車種を指す言葉として用いられる。ツーリングカーとは20世紀初頭に広く使用された乗用車のボディスタイル。ツアラーとも呼ばれ、ラナバウト、ロードスターに比べ大型のもの。 屋根のないオープンカースタイルであり、通常は折りたたみ式のホロが付けられていた。当時ツーリングカーと呼ばれた乗用車は、ほとんどが後部に、トノーと呼ばれるシート部を装備し、これにより4人以上の乗員を確保していた。初期のツーリングカーでは、エンジンは車両前方だけでなく車両中央座席下部に配置されたものもあった。このツーリングカーは、その後、 現代的なセダンサルーンのボディスタイルにつながる。ツーリングカーという乗用車ボディスタイルは、米国では1910年代半ばまでには4ドアで、あったり、折りたたみ式ホロが付属したりと、様々なバリエーションが作られるようになり、当時提供されていたボディスタイルの中で最も広く、一般に普及していたタイプであった。1908年から1927年にかけて、 フォード社が生産したフォードモデル T ではその多くは5人乗りツーリングカーであった。これは当初4ドア車だったが、後に運転席外側に予備ホイールが常設されるようになり、運転手が助手席から乗り込む3ドアのツーリングカーとなっている。18年以上もの間生産された乗用車、トラック、シャーシモデル合わせて1500万台ほど製造された。 T 型のうち6519,643台がこのツーリングカーであった。およそ44%がツーリングカーということになる。ついで多く生産されたタイプはトラックである。特定モデルにはサイドカーテンも付属していた。これは乗員を悪天候時に保護するためのものである。これが装備されていない車の場合、ドライバーと同乗者は 自然に立ち向かわなければならなかった。折りたたまれた屋根は鉱石の後ろ側に大きくかさばった出っ張りとなってたたまれ、これはファンと呼ばれていた。屋根とその木製の支柱を保護するためにファンカバーが使用された。ツーリングカーは米国では1920年代初頭には衰退し始める。それは乗車部分が覆われたクローズドタイプの乗用車がより手に入りやすい値段と、 なってきたからだった。こうして、オープンカーが主流だった時代が、米国では終わることになった。クローズドタイプが当たり前になって、以降は逆にクローズドタイプをツーリングカーと呼ぶようになった。日本工業規格において、乗用車の区別の位置形態として、スポーツカーとツーリングカーを規定している。自動車関連の規格として、 社団法人自動車技術会が原案を作成し、JIS が取りまとめたものの一部であり、蒸気規定は乗用車のカテゴリー分類における切り口の一つである。JIS の規定としては記載されていないが、車両の仕様の違い及び運転の目的の違いから、この区別がなされると考えられる。一般的な乗用車は、ほとんどがスポーツカーもしくはツーリングカーに分類され、 その多くは実用車であり、それはツーリングカーに分類されることとなる。市販車、市販車を改造したマシン、市販車のような外見をしたマシンで行うサーキットレースをツーリングカーレースと呼び、そのレースに使用される車をツーリングカーと呼ぶ。一般的にフォーミュラカーに対する言葉として用いられるため、蒸気実定義と異なり、スポーツカーでも 公儀のツーリングカーに含まれる。モータースポーツでは、ベース車両が、市販車、イコール量産車と呼べるものかどうかが、ツーリングカーの定義としては重要なので、ベース車の最低生産台数が規定されている。逆に法律上は、高度走行可能だが、市販車バージョンが数台程度しかない。量産車上、空力的にも突き詰められた車両は、プロトタイプレーシングカーに分類される。 また大規模な改造を施したスポーツクーペや大廃棄量のスポーツクーペスーパーカーのレースはツーリングカーの範疇ではあるものの故障は GT、グランドツーリングカーがいられるのが一般的である。ちなみにルマンやデートナ24時間のようにプロトタイプレーシングカーと GT が混装する場合はスポーツカーレースと呼ばれる。日本では車検証の車型ランでセダン、クーペ、 ハードトップが箱型に分類されていることから箱レーサーや箱車とも呼ばれ自動車雑誌などではもっぱら箱車と表記されまたツーリングカーレースを専門とするドライバーやフォーミュラカーレースの成績が平均程度でツーリングカーレースとなると強さを発揮するドライバーを箱使いとここともある改造できる部分の少ないグループ N やショールームストックから アンリミテッドと呼ばれる改造無制限ものまで、それぞれの主催者やレースにおいて車両への改造範囲が規定されている。ほとんどが市販車の構造から大きく逸脱しないように考慮されているが、中にはナスカーやドラッグレーサー、末期のグループ B カーなど、一見した印象以外はフレーム構造から全く市販車と異なるような車となっている車両もある。 ナスカーのマシンは、ストックカー、ドラッグレーサーは、ファニーカーと呼んで区別れるが、抗議のツーリングカーに含まれることもある。逆にグループ N のような、ほぼ市販車そのままの無改造のツーリングカーは、プロダクションカーと呼ばれる。ツーリングカーレースの車両は、アマチュア色の強いレースほど、市販状態に近く、プロフェッショナルレースに近づくにつれて改造度合いが大きくなる傾向にある。これは、 監修としてもプロドライバーとしても速度の速いマシンの方が興味を増すというのが表向きの理由であるが市販状態に近いとホモロゲーション条件を高いレベルでクリアする戦闘力の高いベース車両を大量に売る必要があるためメーカーの負担が増すからというのも重大な理由である近年はメーカーが開発したマシンをプライベーターに販売する TCR が 世界中で人気を博している。その勢いはワークスマシンで開催されていたツーリングカーレースの最高峰の WTCC を滅ぼさせて TCR によるワールドカップ WTCR を誕生させるまでに至った。2018年現在の FIA のツーリングカー向け規定としてはグループ A、グループ N、グループ R、グループ g t ん、 グループ RGT などが挙げられる。またラリー、ラリークロス、トライアル、ジムカーナなどもツーリングカーで行われるのが一般的である。ここではセダンなど4座席のツーリングカーが用いられているカテゴリーを記載する。GT やストックカーについては当該記事を参照のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。